ハローパラレールリンリンパラレルのリントです。はい、本日はね、ちょっと前に言っていた掲示のご紹介だったりとかをしていこうかなと思います。で、まず一番最初に改造した押し入れを見ていこうかなと思います。で、押し入れのご紹介が終わった後に、前回作り方はご紹介してたんですけども、このうららちゃんが入っているケージだとか、こっちの、作ったケージだとかをね、一個ずつちょっと紹介していこうかなと思います。で、その後、りょうぱの、お部屋と、山椒のお部屋のご紹介していこうかなと思っております。ということでね、早速、押し入れの方を見ていきましょう。ちょっと押し入れの方に、ちょっと向けますかね、カメラを。どん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 と。はい、こちらがね、押し入れです。まあ、押し入れなのは、分かってますよって話ですね。では、押し入れを開けていきましょう。ででーん。はい、ということでね、押し入れがですね、お散歩できるところになっております。かやんぽって袋もむんがさせたりだとか、へやんぽとかってさせたりするんですけども、私はですね、かやを用意するのがちょっとめんどくさがるんですね。ちょっとめんどくさいんですよ。で、かやのご用意をするのをやめて、へやんぽに最初してたんですけど、ヘアンポだとやっぱり行ってほしくない隙間っていうのがあるんですね。なんでその行ってほしくない隙間に入らないようにっていうのを考えて、いろいろやったものの、それでも行ってほしくないところっていうのがお部屋中いろいろあるんで、ヘアンポも向かないなと自分に。で、蚊帳を出すのもめんどくさいし、蚊帳の中におもちゃ用意するのもめんどくさいしってなって、どうしようかなっていろいろ考えたんですね。で、そして考えて行き着いたのが、押し入れんぽでございます。Twitter の方とか Facebook の方にはね、ちょこっとアップしてたんですけれども、YouTube の方にはこういう風に動画でご紹介してなかったので、実際紹介していこうかなというところです。で、かなりね、断捨離をして、押し入れの中を変えたという状態になります。じゃあ早速、押し入れの中見ていきましょうか。はい。ちょっと今ね、カメラスタンドについたままなので、ちょっとスタンドをね、下げて中に行きましょうか。よいしょ。はい、基本的にね、私のチャンネルではこんな感じでカットはしません。めんどくさがりもそうですけれども、いっぱい喋るんでね、あんまりカットせず行きましょう。はい。押し入れはこんな感じ。今早速ね、3匹います。はるくんがね、ちょっと今、ご機嫌斜めなので、はるくんはいません。あそこにギョロメちゃんがいるね。あそこにギョロメちゃんいて、その奥に、はるくんが、ハロくんね、いますね。で、ここにうららちゃんがいます。で、押し入れの中をこう改造して、クリスマスツリーと、電子ドラム。ちょっと電子ドラムがね、壊れ気味なので台にしました。たまに使うんですけどね。たまに使うときは、この辺のおもちゃを外して、出して、叩くって感じですね。で、こっち側に、ハンモックがかかってて、ここにハンモックね。で、紐がこういう感じで、麻紐があって、で、重しの、ペットボトルね。があって、で、猫の爪とぎ棒、100均で500円で売ってるやつね。100均で500円で売ってるやつね。はい。に、猫じゃらしとか、おもちゃがその辺にあってって感じですね。で、そこにうららちゃんがいてって感じですね。はい、うらら。おはよう。どうしたの、ハロくん。はい。ハロ。あ、ハロ、裏行っちゃったね。はい。こんな感じでございます。で、まあ、私がたまに座る電子ドラムの椅子。まあ、ここにちょっとお菓子を置いたりとか、ここ簡単にね、登ってこないので、まあ、そうやって置いてって感じですね。で、上には物が置いてあるんですけども、実際にね、この辺は、行ってもすぐ奥に入っても大丈夫なようなものを置いてます。まあ、実際中に一緒に私も入るので、様子を見ながら、入っちゃダメだよ、そっち行っちゃダメだよっていうのをやりながらやってます。で、結構紐で遊んでくれたりとか、突っ張り棒があったりって感じですね。よいしょ。ちょっと実際に、こうカメラを置いて遊ばせてみましょうか。うらら、ほれ。はい。うららちゃんが実際こうやって遊んでますね。そしてうんち垂れましたね。
手にうんち。ああ、ハロ君どうしたの？ハロ君も遊ぶかい？あ、やばい、ウェットティッシュなくなっちゃった。買いに行かなきゃ。今、替え置きないぞ。これ。はい、で、はい。君は、あ、どこだ？あ、やばい。あんたもうんちしてるね。買い置きないな。あ、でもあっちにもう一個あるか。ここ、うんこまみれじゃないですか。よいしょ。はい、こんな感じでね、あの、一緒に遊んでおります。うらら。うらら。でね、ハロくんが今、チキ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 言ってますね。仲良くしようよって、ギョロメちゃんにしてるっぽいです。で、ギョロメちゃんが今ね、その下の、このちょうどね、カメラの下のところにいます。で、うろちょろしてそっち行ってますね、今。基本下にいるんですよね。姉がギョロメちゃん。これ、はい、逃げた。私のこと嫌いなんですよ、ギョロメちゃんは。今、こっちにいるね。ほら、ほら、私が手あると逃げる。はい、そこにハロくんがいますね。ハロくんと、まあ、ギョロメちゃんはね、あの、カップルなので、まだ、お子さん生まれてないですけれども、今後生まれてくることがあるんじゃないでしょうか。この辺、うんちまみれだ。はい。こんな感じですね。で、うららちゃんは今ずっと逆さまですね。どうしたの、うらら。ほら、おいで。おいで。ほら、おいでよ。来る？でもいいよ。うちのアイドルですね、うららちゃんは割とこんな感じでおとなしいので。ああ、手にもうんこされました。よいしょ。まあ、うんこされても、ね、全然いいんですけども。はい、そしてハロくんですね。ハロうららがいますね。うららはその上あんまり行かないで。よいしょ。君登ってく？あ、どうぞ登ってっていいよ。ああ、はいはいはい。はいはい。あなた、あの、後でマシュマロあげるね。あの、一旦遊んどいで。わあ、またうんこされた。まあ、うんこはつきものですね。あの、高いところに登ったりとか、手の上に乗せたりだとかすると、やっぱり、うんちしちゃいますからね。仕方ないところでございます。あら、うらら、かわいいわね。君。あら、かわいいわね。うららちゃん、カメラ見てごらん。うらら、うらら、うらら、ねえうらら、そっちじゃないの、こっち見て。うらら、ほら、こっち見て。うらら、う、そううまくいかないものですね。あ、見た？そういうわけじゃないね。ただ上が気になっているだけだね。うららちゃん、ね、まあ、こんな感じでね、かやんぽという方、かやんぽというか、押し入れんぽというのをね、最近しております。はい、まずはこちらの押し入れのね、ご紹介でございました。今後はね、押し入れの次は、こっちのケージのね、ご紹介をしていこうかなと思います。はい、ということでね、本日は以上になります。押し入れのご紹介でございました。では、次はね、あの、押し入れではなく、ケージの方のご紹介でお会いいたしましょう。ということで以上、リンドでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リンドでした。バイバーイ。